はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、本日かな、支配下登録されました、立岡選手についてお話ししていきたいと思っております。まず、結論をね、申し上げますと、X であったりとか、ヤフコメで、立岡なんかいらんわ、みたいな言ってる人、マジで的外れです。はい、はっきり言っときます。立岡さん、めちゃくちゃ戦力になります。はい。佐々木選手であったりとか、秋広選手が、2軍に降格して、上がってくるのは必然というかね。うん。タイミングもタイミングだったな、というふうに思います。今日はですね、なぜ僕が必要かと。必然だというふうに言う理由と、どういう選手なのかというところをね、僕も一緒に現役時代ね、やってますんで、そういったところをね、お話していきたいと思います。はい、まず、成績であったりとか、立岡選手がなぜ必要かっていう前にですね、立岡選手ってまずどんな選手なのというところを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。ですね、一言で言うと、頭が良くて、どんな使い方でもできる選手です。はい、僕一緒にやっておりまして、非常にね、人間的にも非常に素晴らしい選手。そんな多くを語る選手ではないんだけど、非常にね、気を使って、後輩にも気を使ってくれたりとか、非常に野球のことをね、真摯に答えてくれたりとか、質問すればね、答えてくれるし、非常にね、めちゃめちゃいい先輩。でした、僕にとってはね。で、その中で、僕も一緒にやってきたんだけど、非常にね、2軍、僕は1軍には上がったことがないので、2軍の試合で、立岡さんと一緒に試合をやるっていうところまででしたけども、非常にね、2軍の試合でも、スタメンで出たりとか、途中から行って、非常にいいファインプレーをしたりとか、代打で出ていい出塁をしたりとかっていう、非常にね、多岐にわたるような、使い方に対応される選手だなというふうに思ってました。選手としては、やはり一番何が特徴かというと、やはり足。うん。一番、特徴的なのは足の速さだと思います。50メーターも調べたら5秒9っていうところ、めちゃくちゃ速いです、正直ね。毎月ね、スプリント、日によって違うんですけども、切り返しであったりとか、15メーターのダッシュ、20メーターのダッシュの計測があったりするんですけども、ジャイアンツの全員の選手、育成の選手から支配下の選手、全員のタイムが、いつも出されるんですけども、それでも、いつもトップ5には必ず入ってくるような、選手でした。はい。で、打ってからもですね、めちゃくちゃ足速くて、内野でも非常に多い印象です。で、今、足が速いっていう風な言い方しましたけども、やはり足が速いとですね、守備範囲も広いですし、というところに、非常にね、貢献できるというか、関わってくると思います。で、その上で、送球であったりとか、肩の強さもあるというところで、いわゆる3秒揃った、いい選手というところです。で、僕が非常にね、思うのが、やはりゲーム感覚というか、ゲームを通じて、今どういう流れであったりとか、自分が今どういう風にしないといけないのか、どういう準備をしないといけないのかというところを常にね、考えられる選手、非常に野球 IQ が高い選手でございますと。で、2020年、僕最後の年でしたけども、安倍監督が2軍、監督に就任されまして、立岡さんもね、2軍で、1軍にも上がっていらっしゃいましたけども、2軍でもやられてたというところ。で、やはり、安倍監督って、皆さんも今分かってると思うんですけども、非常に守り勝つ野球というか、結構堅実な野球をされるんです。で、そこで、立岡さんは、途中から行ったりとか、スタメンから行ったりとか、いろんな使われ方されてましたけども、やはり、自分の役割っていうのが、やっぱり頭の中にきっちりあるから、なんて言うんだろうね。立岡行くぞって言われた瞬間にもう完璧に準備ができてるんですよ。で、誰かが怪我したりとかした瞬間にもうキャッチボールパーンって始めてすぐつけたりとか、この展開だったら俺ダイソーありそうだなと思ったらパパパって走ってたりとか、そういう風にめちゃくちゃ先を読んですぐ準備できてっていうのがもう、めちゃくちゃこう頭いいなというか、っていうところがすごくありました。で、打席においてでもですね、まあ僕よく、解説とかでね、なんかここは引っ張ってほしかったとか、ここは初球は打ってほしくなかったとか、よく言ったりすると思うんですけども、立岡さんっていうのは本当に、そういうゲーム感覚というか、そういう流れみたいなところを間違えてるところを僕は一回も見たことがない。うん。それぐらい頭を使ってやる選手だなっていうところは印象あります。で、今回のね、試合が上がりましたけども、今どんな成績で上がったのっていうところ皆さん気になってると思うので、ちょっとお話したいんですけども、今27試合出ておりまして、ファームで。で、打率2割5分6厘、82打数21安打。で、2打点、4盗塁。出塁率が3割5分8厘。で、OPS が675という風になってます。まあ非常に、まあ、打率はちょっとね、もともと、4月とかね、高かったんだけど、3割以上打ってたんだけど、ちょっとね、落ちてきたっていうのはあるんだけど、非常にね、出塁率も3割5分8厘っていうところ、高いっていうところがあるので、で、非常にいいんじゃないかなっていうところはありますと。で、まあ、一番先ほども言いましたように、足の速さっていうところがね、大事だと言いましたが、まあ、4盗塁できてるっていうところは非常に、いいんじゃないかなって、足の状態も、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、その、立岡選手ね、なぜここまでね、育成選手だったのかというところですけども、まあ、2022年ですね、6月9日に西武戦で、フライを取る際にですね、丸さんとこう交錯したというか、丸さんは何もなかったんですけども、そこの交錯した際に、左膝前十字靭帯損傷というところで、非常に大きな怪我を負うことになりますと。で、やはり、左膝前十字ってマジでやばくて、うん。1年以上かかるんです。まあ、ピッチャーで言ったらトミー・ジョンみたいな感じですよね。それぐらい大きな手術なんですけども、1年1ヶ月後の2023年4月に、まあ3軍戦で復帰されたというところ。で、まあ4盗塁されているっていうお話しましたが、まあその本人のね、コメントなんかを見ても、今現状ね、ベストタイムに近いぐらいで走れてるっていう風に言ってるんで、非常にね、そういったところはいいのかなっていう風に思います。で、すごく印象的だったのは、2023年の秋のキャンプ、安倍監督がね、一軍の監督に就任されて、初めてのキャンプ、だと思うんですけども、そこで、まあ33歳の立岡さんが最年長としてね、秋のキャンプに参加されたっていうのは非常に印象的で、まあその頃からおそらく、まあ安倍監督が戦力として考えてるんだろうなっていうふうなね、ところありましたし、まあね、それだけ怪我であったりとかっていうところで、まあもしかしたらこうクビになるかもしれないっていう危機があったかもしれないですけども、そこまでね、耐えたっていうのもありますし、それほどね、やはり立岡選手の存在というのは、チームに欠かせないというところの、大きさがあるから、こういうキャンプの参加であったりとか、今までクビにならずにね、やれたんじゃないかなっていうところは僕思っております。で、その中でですね、まあ、立岡選手の役割っていうところをね、今後、どういう役割をしていくのかっていうところを見ていきたいと思うんですけども、その話をする前にですね、まあ、佐々木選手であったりとか、秋広選手のお話をしたいと思います。で、まず僕もね、開幕前とか、まあ、いろいろね、考えて、この YouTube で発言をさせていただいてました。で、当初の僕の予想というか、まあ、こうなったらいいなっていうところはですね、まあ、丸さんっていう選手が言いますと。で、非常にまあ、年齢がね、ちょっと上がってきて、近年ね、ちょっと成績が落ち気味だから、まあ理想を言えば、萩尾選手であったりとか、秋広選手、まあ、オコエ選手、まあ、佐々木選手、まあ、松原選手とかね、その辺の若い選手が、まあ、その外野をね、まあ、牛耳ってほしいじゃないけど、まあ、そういう若手の選手がね、一人二人出てきてくれたら、レギュラーとしてね、すごくいいんじゃないかっていうお話をしてました。で、実際開幕はね、佐々木選手が、出てたりとか、まあ、オコエ選手がね、途中から出てきたりとか、まあ、萩尾選手もね、今頑張ってたりとか、するんですけども、やはり、なかなか、こう、うまくいかないというかね、うまくいきそうでうまくいかないっていうところで、まあ、先日、佐々木選手と、外野手で言ったら、秋広選手かなっていうのが、まあ、2軍に降格したっていうところがありましたと。で、現状、まあ、残ってるというところで言ったら、まあ、丸選手であったりとか、長野さんであったりとか、萩尾選手、まあ、重信選手、まあ、外野守れるとしたら、まあ、増田大輝選手とかね、まあ、このあたり、オコエ選手とかね、その辺だと思うんです。で、本来ね、僕も前言ってましたけども、丸選手が、その若手が出てきて、丸選手が、ちょっと代打にいるぐらいが一番いいんじゃないかっていうお話しましたけども、実際ね、今、現状を見てますと、そういう代打の枠っていうところではなくて、レフトかライトというところで丸さんが出てると思いますと。で、センターもね、萩尾選手、オコエ選手なんかがね、今こう、切磋琢磨してるというところ。で、この立岡選手が入ることによって、その、立岡選手はね、基本的にレフト、ライト、センター全部守れますから、その、緊急事態というか、あまり状態が上がってこなかったら、立岡選手をスタメンで使うっていうのも僕はあると思います。その上で、今左の代打というところを見ても、なかなかいいのがいないんですよね、正直言うと。うん。左の代打って言われて、今、パッと浮かぶのって、重信さんぐらいかな。うん。と、伊豆口選手ぐらいですけども、重信さんを足のスペシャリストというところでね、置いておきたいっていうのが正直ありますし、で、伊豆口選手ね、伊豆口選手も、じゃあバッティングがって言われると、僕は、厳しいかなっていうところは正直あるんで、正直ね、言うと、あるんで、門脇選手もね、今こう、スタメンを外れたりとかしてますけども、本来で言えば、門脇選手がね、出てるっていうのが、理想なのかなっていうふうに思うので、そういったところで、立岡さんが一軍に入ることによって、左の代打、足も速くて、内野安打もあってというところで、一発も、ツボにはまればあってっていうところで、非常にね、相手からしたらいやらしい、バッターになってくるんじゃないかなというところと、若手が今ね、萩尾、オコエ、あたりが頑張ってますけども、そこがこう、ちょっとこう、良くないんであれば、立岡さんをね、スタメンで使うみたいなオプションというか、そういう使い方もあると思うので、立岡さんの場合はね、もうどこからでもいけるので、スタメンで使っても、守備から行っても、代打から行っても、走塁から行っても全部いけるんで、そういったところで、非常にね、チームの潤滑液というかね、潤滑油みたいなこう、感じのイメージで、どこでも本当に使えるというところで、非常にやはり安倍監督も期待されてるんで、こういう、須崎選手と、秋広選手が落ちた時にね、もう、誰が行くねんっていうところで、やっと来たかというところで、立岡さんが上がってきたんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日は立岡さんの試合会についてね、見ていきました。非常におめでたいことですし、膝を怪我して、大怪我をして、そこからカムバックというかね、やられたわけなんでね、非常にね、苦しんだ時期もあったと思いますと。で、その中で諦めずに、やはり、真摯にね、自分に向き合って、自分に足りないところ、リハビリしないといけないところをね、しっかり毎日トレーナーさんたちと、過ごしながらね、やってきたっていうのはね、立岡さん、だからね、やっぱり、ちゃんとやってきたんだろうなっていうふうなことはわかるし、うん。そういったところで、やはりね、この今万全の状態というところで、チームのね、ためになってくれる、立岡がいたら、いてよかったなっていうふうなね、試合もね、絶対僕、出てくると思うので、ヤフコメであったりとか、X でね、ボロクソ書いてる人いますけども、確かにわかるんです。34歳かなっていうところで、若手を使っていってほしいっていうのもあるのはわかるんですけども、やはり、そこがね、なかなかこう、うまくいかないっていうところもあったので、だったら立岡に力借りようかっていうところの、安倍監督の決断っていうのも、僕非常によくわかるなというふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。